袿とは、平安装束で着用する裏地のない着物のこと。小袖、袴を着用した上に羽織る。本来は肌着であったが、院政末期に裸小袖が発明され中着となった。男女で形状に少し差異があり、女性用は男性より丈が長い。女性の衣装の中では最も大きく作られている。神職装束では省かれることが多い。右の土寺人の死で両、人への衣服でほぐれないように端は糸念と呼んで、糸でかがるか、糊念と呼んで糊をつけて丸めてある。右の土寺人の死で両、結滴、腰丈、人への衣服。つまり、背縫いがあり幅70センチ程度、袖丈40センチ程度の袖口が縫われておらず、大きく開いたままの袖、着物風の襟、脇が縫われていない、腰丈の衣服。平絹、もしくは菱模様の量で、基本的に赤を使う。ただし、年少者は濃色、壮年者は朽葉、老人は白を使う。普段着である直衣では、色や模様は自由。ほぼ同じものでも、裏地をつけると衿と呼ばれるので注意。この衿は寒い時など袿の上に何枚か重ねることもあり、下記は裏地を取り去る、へぎとして使うこともあった。祭礼において、特別に赤以外のものを使うのを、染衿という。衿の丈が長いものを内着と言い、直衣の裾から覗かせるファッションを、出し衣と呼んだ。右の土寺人の死で両、縫い脇、裾長、人への衣服。男子と違って、脇は縫われており、丈は床に引きずるほど。汗や化粧から他の衣服を守るため、他の衣装よりも袖丈がかなり長いなど大ぶりに作られている。平絹、もしくは両で作られており、色や模様は自由であった。重ねの色目についての記録を見ると、紅、白、青が多かったようである。生家の装束として、短襦といって、袿を2枚ほど重ねた上に表着を重ね、上に唐絹や小内着を重ねる装束がある。現代皇族女子においては、未婚者は濃色で、模様は幸い菱。既婚者は紅幸い菱を用いるのが通例。女官のうち宗人官は紅幸い菱だが、職人官は香美幸菱。ありがとうございます。